今日告示された町村長選挙は、川南町、綾町、木城町、それに諸塚村です。まず、川南町長選に立候補したのは、届出順にいずれも無所属で新人の東隆氏と、4期目を目指す現職の日高昭彦氏の2人です。続いて、綾町長選にはいずれも無所属で、2期目を目指す現職のもみたまなぶ氏、新人の青木実氏、 新人の松本俊治氏の3人が立候補しましたまた、諸塚村長選はいずれも無所属の新人で藤崎伊一郎氏、甲斐光則氏、矢草孝博弘氏の3人が立候補しましたこのほか、機場町長選は現職の半戸秀俊氏のほかに立候補はなく2期連続の無投票で3期目の当選が決まりました また、今日は新富町や川南町など9つの町村議会議員選挙と、五風町議会議員の補欠選挙も告示されています。いずれの選挙も、おととい告示された5つの市議会議員選挙などと同じ、今月23日に投開票されます。